検索エンジンを提供する会社である。創業は2000年1月。本社は北京市にあり、百度百科や百度入力方法なども提供している。全世界の検索エンジン市場において google に次いで第2位。中国大陸では google などは利用できず、百度が最大のシェアを占める。中国発の会社であり、また中国を主要市場としているため。 中国のグーグルと呼ばれることもある。2020年12月13日現在のアレクサランキングでの順位は世界4位、中国国内2位である。創業者の李彦博は北京大学を卒業後にニューヨーク州立大学へ留学。ダウジョーンズカンパニー・インクやインフォシークなどを経て中国帰国後の2000年1月にバイドゥ・インクを創業している。 その後急成長を遂げ、2005年5月ナスダックに上場した。公開初日、公募価格の27ドルから122.54ドルまで急騰。当日の上げ幅は354%まで上り、アメリカの証券市場 IPO 初日に最多利益を上げた株式の一つに数えられている。なお、2007年10月には、 時価総額が118億ドルに上っている。2006年12月に日本法人であるバイド株式会社を設立し、2007年3月には日本語版サイトバイドゥー .jp のベータ版サービスを開始している。2007年6月にはバイドゥインクの社外取締役としてソニー前会長のデイノブ・ユキが就任。 2008年1月23日にバイドゥー .jp の本格サービス開始。一般の新聞やテレビのニュースでも取り上げられている。2008年12月16日、検索サイトバイドゥの動画検索と画像検索のトップページを刷新した。2015年3月にサービス終了。2008年、中国検閲当局は、 チンカンキワイセツ写真流出事件に絡みウェブサイトを介して人気女優のワイセツ写真を拡散させたとして100度批判、謝罪を命じた。11月15.16日には中国中央電子台が100度の広告掲載に関する不正行為を特集した番組を放映した。2014年。 元スタンフォード人工知能研究所所長で Google の AI 研究チームのリーダーも務めたアンドリュングが100度のチーフサイエンティストに就任した。翌2015年100度の開発したスーパーコンピュータの AI が音声認識能力コンテンストで Google などを上回って世界一になったと発表したもののルール違反の発覚で出場停止処分となり、 米中の過剰な AI 開発競争が原因とされる。2017年7月、BYD、フォード、ダイムラー、エヌビィア、マイクロソフト、インテル、ホンダ技研工業、トヨタ自動車なども参加する自動運転車を共同開発する世界最大の企業連合、アポロ計画を設立し、翌2018年7月4日に、 金流客車と共同開発を進めてきた世界初の高度自動運転バスアポロンの量産を開始した。2018年10月、グーグル、マイクロソフト、アップルなどが加盟する大手 AI 業界団体パートナーシップオン AI に中国企業で初めて加盟した。2018年2月、米中関係はサイバー面で重要な問題になっているとして、 世界最大のハッカー祭典であるデフコンは初の海外開催を北京で100度と共催することを発表した。中国国内で提供されているサービスは現在までに35に上る。中国語検索の強みに加え若者に人気のあるコミュニティやマルチメディアサービスを拡充したことが中国ユーザーを引きつけている。2006年4月からは 百貨辞典時点の百度百貨を新設。バイドゥのユーザーにとって人気のある機能は MP3 検索である。これは MP3, WMA, RM ファイルなどの音声、動画ファイルを検索できるサービスである。MP3 検索は主に中国の音楽の検索に使用される。2005年3月30日に中国のレコード会社の上海府省音楽文化、 電波有限講師が著作権を侵害されたとしてバイドゥを提訴している。その他にもユニバーサルミュージックをはじめとする大手レコード会社から起こされた同様の訴えについては2006年11月バイドゥ側の勝訴となった。著作権の問題に対しバイドゥは2007年から EMI など音楽業界との提携を進めており、 新しいビジネスモデルのプラットフォーム作りに着手していると伝えられている。本家中国語版のバイドゥには地図の検索機能が組み込まれている。日本語版検索サービスには地図検索は含まれていない。他の検索エンジンの地図と異なる点として、中華人民共和国が領有権を主張するエリアは台湾を含め各地が収録されているものの、 中国国外の陸地は表示が大幅に簡略化されている。また南シナ海は中国国内法に従い中国の領土とされ、マレーシアのボルネオ島サラワク州北部数10キロ付近までを中国の海域として海上ラインが引かれている。最南端の海域はジェームズショー2013年8月から100度前景が開始されており、 中国国内の風景を見ることができる。2006年下期頃から、バイドゥのクローラ、ベーデスパイダーによる日本のサイトへの過度な、クローリング行為が目立つようになり、大手電子掲示板をはじめとしたサイトで利用者がアクセス困難になる事態が発生し、バイドゥのクローラからのアクセスをブロックする動きが見られるようになった。これについて、バイドゥは2007年3月、日本の 各ウェブサイトに対して、ベーデスパイダーが過剰な負荷をかけたことを謝罪すると、共に、クローリングの頻度管理を統一するなどの対処策を発表した。また、同年5月には負荷の少ない新型クローラである、ベーダチェッカーを導入し、ウェブサイトに与える負荷を、平均数百バイト程度に抑えられるようになったと、表明している。2009年7月現在、 ベイドゥイマジスパイダー、ベイダモバイダーが別途クロールしており、特にベイダモバイダーはロボッツ TXT を無視してクロールしている。バイドゥインクでは中国ユーザーのニーズを反映し、検索順位の決定にオークション的な手法を用いている。しかし、この検索順位のモデルについて日本には投入しないことを日本法人の担当者がセミナーなどで明言している。 バイドゥー .jp の画像検索機能における有害コンテンツの取り扱いに関し、日中両国内で話題となった。現在、バイドゥー .jp では、アダルトコンテンツフィルタが導入されている。2008年10月24日より、このフィルタ機能は、初期設定で有効になっている。日本向けの検索サービスなどは2015年3月に、サービス終了した。しめじと、 バイドゥ・ IME を提供している。2010年1月12日、アメリカで管理されているバイドゥ・ドット・コムの DNS レコードがイラニアンサイバーアーミーを名乗るものによって改ざんされた。100度にアクセスするとイランの国旗を背景に英語とラトビア語でイランのサイバーアーミーによりサイトがハッキングされたというメッセージが表示されるものであった。 これは無名の個人の要求に対して登録されているメールアドレスを変更するというドメインを管理している register.com の重大な過失によるものであったとされる一度メールアドレスを変更してしまえばパスワード申請によって容易にドメインの乗っ取りが可能になる検索エンジンのホームページに尖閣諸島のイラストを掲載し 中国国旗がその上に飛んでいくというアニメーションを表示した。2013年12月、日本語入力システムのバイド UIME が入力文字情報を利用者に無断で100度自社のサーバーに送信していることが発覚。100度日本法人はデータを自社サーバーに送信したが入力精度の向上だと説明するにとどまった。なお、同時にシメジについても 無断送信の報道及び、セキュリティ企業のネットエージェントからの発表が出た。これに対してバイド側からは規約に同意したユーザーのみと説明。しかし、後日、不具合、ログ送信をオフに設定していても送付されるが、実際に見つかったため、結果的に当初の報道とエージェントの発表の方が正しかったことになる。同不具合は、 シメジ6.62で修正されたとのこと。2015年10月、バイドゥが提供するソフトウェア開発キット、モプレスにワームホールと呼ばれる極めて深刻な脆弱性が存在することが報告された。トレンドマイクロ社がこの脆弱性について調査を進めた結果、翌11月にモプレスに意図的なバックドア作成機能が搭載されていることを 確認し、これを公表した。パソコン雑誌 i.o. ではこの事件をニュース記事として取り上げ、非常に悪質なバックドアと言わざるを得ない、100度の信頼性は地に落ちたなどとした。ハオ1 2 3は、バイドゥが開発しているナビゲーションサイト及び同名のプログラムであるが、 他のソフトをインストールする際に勝手にバンドルウェアとしてインストールされ、ブラウザのホームページを勝手に、歯を123に変えてしまうという問題が指摘されている。リッチ・スミス、ホワイ・バイドゥ・ストック・ジャンプと10%トゥデー。ナスダック、https、www. ナスダック・ドット・コム、アーティクルズ。 ホワイバイドゥストックジャンプとマイナス10トゥデイマイナス2020から06から162020年6月16日、閲覧。バイドゥドットコムコンペティーティブアナリシス、マーケティングミックストラフィックアレクサ。アレクサインターネット2020年12月13日、閲覧。ABC バイドゥが、日本向けの検索を、ひっそりと終了。ただしシメジや 広告事業などは継続テッククランチジャパン。Google は中国も制するのか100度の18番。音楽検索で、殴り込みガンツ、リズ、バイドゥハイヤーズコルセルファウンダー、アンドリューナンツス,スタートマッシブ、リサーチラボ。レコード2018年10月26日閲覧。中国100度がルール違反で世界的 AI コンテストに出場禁止、背景にあるのは 米中の過剰な競争意識か。日本ビジネスプレス。http コロンスラッシュスラッシュ現代。ismedia。jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ四三六八零スラッシュ二零一七年七月六日閲覧。人工知能テスト結果で謝罪。中国百度。wsj httpjpwsj。T t p j p w S j. com。アーティクルズ。 SB 一世1098巻4071個6378兆2254兆1649外458系1026兆7923億5830万68562017年7月6日、閲覧ホンダ、中国、100度の自動運転連合に参加日本社でしょ。日本経済新聞、https、 www. 日経 .com アーティクル約スムーズを3176兆5920億1406万 2018tj10002018 2018年6月18日閲覧中国100度の自動運転連合トヨタが参加日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクル 約百むぞ 46888320t00c19 アンペア 7f0002019 年7月3日、閲覧。100度、50車と、自動運転フォードなどと、アポロ計画。日本経済新聞。 http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXLASDX05H0LV00C17A7F002017 年7月6日、閲覧。100度の自動運転バス量産開始東京や、新鮮で展開へ。AFP2018 年7月7日閲覧。検索大手の100度。 米国主導の AI 業界団体に加入中国企業でしょロイター。2018年10月19日閲覧。世界トップクラスのハッカーの祭典が北京で開催へ。人民網2018年10月19日閲覧。フォーム 20F。米国証券取引委員会。2021年4月22日閲覧。エレ .me が。 バイドゥデリバリーズと合併、食品配送事業を統合。共同通信 PRIR。2021年4月22日閲覧。IT 大手、バイドゥが、スマートリービング事業を、スピンオフ。支配権は保持36クローネジャパン。最大級の中国テックスタートアップ専門メディア。2021年4月22日閲覧。バイドゥ。 インクのプロダクト地図の境界線の例バイドゥト .jp バイドゥスパイダーに関するお詫びと対処法についてバイドゥト .jp 負荷の少ない新型スパイダーを投入中国当局100度日本への中国からのアクセスを遮断化インプレスハットバイドゥテン,セントシとー、ペートリオティズムワズチャイナジャパンディスピュートアイランズ ブルームバーグニュース2012年9月18日中国100度製ソフト入力の日本語を無断送信中国100度が IME 入力情報送信問題で見解を発表しめじはバグでログ誤送信脆弱性を抱えるソフトウェア開発キットモプレス実はバックドア機能の実装が判明お池けゆきバイドゥ製開発ツールのバックドア I おわよ第41巻第1号、工学者、2016年1月、109ページ、A 信 B016Winds6VE。h t t p s i t o j i s a n x y g s e t t i n g s 13181ありがとうございます。